放送席、放送席、そして東京ドームのジャイアンツファンの皆さん、今度は投打のヒーローにお越しいただきました、攻守にわたって大活躍、梶谷選手です。まず3回のあの守備ですが、超ファインプレーでチームに流れを持ってきましたね。いかがでしたか。いや、まあ必死に走って必死に取りました。0対0でゲームが続いている中で、相手に流れを持っていかせない、先制点を与えないという意味でも非常に大きかったですね。まあ一球一球集中して、まあ戸郷を助けられて本当に良かったです。そして打つ方ではチームが先制して、その後のツーランホームラン見事でした。完全にジャイアンツに流れ持ってきましたが、いかがでしたか。まあすごく緊張してましたけど、なんとか練習の成果が出たと思います。スリーボールツーストライクからでしたが、あの場面はどんな狙いで待っていたんでしょうか。狙いは言えませんね。はい。ただ素晴らしいホームラン、相手の青柳投手と相性もいいということだったんですが、3番スタメンに見事応えましたね。いや、もうせっかくねこうやって開幕のゲームに使ってもらったんで、何とか結果出したいと思って必死でやりました。攻守にわたって見事な活躍だったと思いますが、ジャイアンツファン、また今シーズンの活躍期待していると思います。最後に一言お願いします。はい、精一杯1年間戦います。明日からも応援よろしくお願いします。まず梶谷選手にお話を伺いました。